三亀アイリスラインは、島根県の大田市にある三部山のふもとを周回する道路の愛称。三部山の西の原を走る三部山第一高原道路三亀アイリスラインのルート区間走距離は約 15.9km。三部山の西側から時計回りに三部山第一高原道路及び三部山第二高原道路で北半分を 島根県道40号、川本畑線と島根県道30号三部山公園線で、南半分をたどる。主な通過地は、三部山の西側から時計回り順に、大田市三亀町池田三亀町、小屋原三亀町多根マスケ峠、伊志郡伊南町各用大田市三亀町四角で、再び、大田市三亀町池田に戻ってくる。北側の高原道路区間は、かつては、 島根県観光開発公社が管理する有料道路だった道で、1987年3月31日に無料開放されている。道路愛称名は、北の原にある姫逃げ池に咲くカキツバタが、あやめ族の植物で、その学名がアイリスであるところに由来する。冬季閉鎖があり、12月上旬から翌年3月下旬までの期間は、通行を止め規制となる区間がある。 構成する道路の路線は次のようになる。三部山は島根県の中央部に位置する活火山で室の内と呼ばれる直径約1 2トルの河口を取り囲むように男三部山をはじめとする6つの峰がそびえる。一帯は大仙沖国立公園の中にあり、その三部山のなだらかなふもとを標高約4 2 0ルから6 0 0ルのところで 道路はぐるっと周回している。北側の三米山第一、第二高原道路の区間は、小奈良や水奈良が生い茂った自然林の中に道路が走る。一方、大田市三亀町市学に位置する南側の県道40号と県道30号分起点付近は、集落や三亀温泉の旅館を抜ける道路である。南西側の県道30号は、視界が開けた。 草原地帯の中を直線道路主体で抜けていくところで広がる草原と三部山の眺望に優れた絶景道として知られている。三部山第一高原道路との交差点のすぐ南に位置する県道30号沿いの西の原に駐車場があり、草原と三部山を望む展望スポットになっている。ありがとうございます。